仙台、佐沼線、仙台、佐沼線、仙台、佐沼線は、宮城県仙台と留市ととめ市間町佐沼を結ぶ高速バスである。過去には、宮城交通の佐沼高校古川仙台の急行便があったが、高速道路経由でなく乗客減少で廃止となった。その後、宮城交通は、仙台気仙沼間特急バスを改めて設定し、 サヌマを経由していたが、若柳館なりインターチェンジ千枚屋経由に経路変更して以来仙台へ直通するバスはなかった。鉄道を利用するにしても日田駅、またはセミネ駅までバスやマイカーで向かい、仙台へ出発していたものの、サヌマからは距離があり、利便性に欠けていた。そこへ2004年5月、東日本急行が仙台、サヌマ線を開設した。 当初は、仙台宮城 IC 月立てインターチェンジを高速利用し、新殿を通り波間町役場までノンストップであった。東日本急行の単独運行で、佐沼までの夜間大白は、波間町役場ではなく、県北整備の一角を釈用していた。2005年1月16日、ダイヤ改正が行われ、栗原市若柳を経由し、若柳かなインターチェンジより、 高速利用に変更、また一部便のハサ間町役場、新田山口割センターへの路線延長が行われた。同時に、佐沼側の事業者として、都を止めバスが参入し共同運行することとなり、東日本急行の佐沼夜間大白は消滅した。日中の休憩場所もハサ間町役場から、 都を止めバス本社に変更となったが、路線延長は行われず改装での入庫となっている。路線名、仙台、佐沼線は、本来なら、田系統のように行き先は、自治体名となるが、市街地中心部を行き先としている。これは、同じ止め市内に止めがあり、それと混同を避けるためであるほか、旧町名の、佐古も、市派様と混同の恐れがあること、 佐古という9丁目より9丁目で広域地名としての佐沼の認知度が高いことにもよる。止め行の高速バスも豊間業として別系統であることを強調している。現在は止め市と仙台を乗り換えなしで直結する交通機関としての地位を確立している。2010年には開業以来の利用者数が50万人を突破した。仙台駅前。 広瀬通一番町若柳栗伝資料、建前若柳総合支所前から、登米市役所前2019年10月1日からの通常運賃。ありがとうございます。